お疲れ様です。ラッタです。今日はこちら、ステルスブッシュ枯渇、やっていきます。さあ、少し前に登場しました、ステルスブッシュね、新カードなんですけども、特別強いかと言われると、そうではないんですが、弱すぎない。はい、本当になんかちょうどいいぐらいの強さかなと思います。世界上位でもね、ぼちぼち使われてるかなって感じです。はい。ちなみにね、前シーズン、僕、トラゲいろんなデッキでやってたんですけど、最終はブッシュで、146位だったんですけど、はい、ブッシュに助けられました。マジで3600ぐらいまでね、ゴブリンドリルで行って、そっからね、レート2800台まで落ちるっていう。はい、何これ、ツイートなんかあったんやけどマジバカ落ちたんですけど、最終ね、ほんとステルスブッシュに助けられ、なんとかトロ上がったみたいな感じなんで、意外とブッシュ、いや、弱えやろって思ってる人、ちょっと使ってみてください。地味にいいんだね。火力が高いんですよ。しかも2コスなんで、こんな感じで流しただけで、はい。1000ダメです。いや、冷静になんか火力、マジでおかしいんでね。そういう部分では、良かったりします。はい。端前これなんか出しときゃいいんでね。こんな感じで。特に考えてはないです。でウッドを使ったらね、みたいなね、こともできちゃいますから。素晴らしい近畿度ではあるが、このブッシュの火力マジ高いんでね。はい、さあ残りのタワー気づけば2000よし、火力お化けなんですよ。ニコスならもちょうどいいんだよな。だから基本的にディガーとかと組み合わせるか、こういう枯渇系と組み合わせるかかな。他にも一応なんかペッカとかにも使われてたりはするんで、正直、ニコスだからこそ、防衛でも活躍しないんで、なんか、何のデッキでも入れようと思えば入れれるみたいな感じですね。足は遅すぎんな。良かったり悪かったり。さあ、でも、こんな感じで簡単にゴブリンとかマスケとかでね、受けられちゃうのは弱点ではあるんですけど、十分すぎるぐらい削ってはくれたか。壊して、それちょっとまずかったりするかな。待って、今入りやがった。いや、これなんか両サイド攻めの美しい事故も、いやー、マジアチ1200怖いね。マジアチャの処理がさ、地味に大変っていうね。いやー、許せるかギリやばすぎマジできつすぎるな、こうなってきたらね。いや、でも耐えれます。少しずつ、少しずつでいい、削れればいいんで。うっ、いや、マジ少しずつでいい。いや、こう相手がね、だんだん攻めすぎてきてるんですよ、だんだんとね。相手のタワー300でしな、左にウッドも使いたいしな。いや、いいよ。だんだんときつくなってんじゃない？これ右も入りますしね、左もね、みたいな感じのさ、両サイド詰めの、いや、こかっちゃね、いや、マジでちょっと怖かったな。このデッキだとね、中型呪文がないんで、もう攻めるしかないですね。正直なんか形組まれちゃうと、ウィザードやマジアチとかね、厄介になってくるんで、取ります、攻めちゃいましょう。はい、端前シェイビー、ウッドを使わせました。いや、もうこれだけで十分。端前プリンで削る、トルネだけちょっとケアしながらね。お、なさそう、ウッド使ったしの攻めウッドまでやって、さあ 2.65 かな。耐えてもらって、
これに鬱陶さ使ったよ。さすがに飛ばすか。マスケアイスピーサイコファイブ防衛もある。綺麗に守られましたね。さあ 2.6 億ね。まあ、ストレスブッシュが大砲で止まる。まあ、吹き矢もプリンもバレルもファイブウッド高回転スケアイスピー企業、まあいろいろ止まっちゃうんでどうしよう。まあ俺の勝ち筋は相手のホグライダーのダメージをいかに抑えれるかってところです。このホグのダメージをマジでねできるだけ完封したい。これうざそうじゃね。いやマスケの位置が良すぎんな。まあ、ウッド使ったんで進化スケでも守ることはできる。完封したいです。いやオッケー。うわー進化スピちょっと強い。うっもし、いやマジで耐えです。この試合はやべえ。これアイコルのパフで目覚めるかも。危なっ。マジいかにホグライダーのダメージを抑えれるかがね重要にはなってきます。いやうざそう。この両サイ攻め左ウッド使いたいんじゃない。さすがに使いたいんじゃない。全然使わないね。まあ、全然使わないやん。何それ良すぎるだろ。相手の防衛。いやーマジでもねあるよ。今後完封したい。言うのやばい。低すぎた。オッケー。いや、全然いいよ。ちょっとシェイミー、うざい。やばい。おい。いや、いいよ。そんな悪くない。いや、台本ちょっと読むかと思ったが、まだいいか。いや、オッケー。そのブラスターなんでね、ホグライダー。これ、ホームランバレルとかやっちゃっても、やべ、いらんかったかな。やべ、ホームランにしなきゃよかった。最悪だわ。マジで。いや、待って、もうゴーストが。延命できます。で、物資適当に流して。いや、相手苦しそう。これ、一個奥の方がいいね。プリンと巻き込まれちゃうんでね。いや、いいな、それ。ちょっとブッシュ削りも狙っちゃってね。いや、え、待って、ブッシュの火力舐めてない相手。めっちゃ奥だけ警戒して。いや、いいよ。奥警戒して。え、なんかマジで強くない？ブッシュが流れ変えたぞ。いやーユーノも入って左のバレルも刺さってシェイミーもいたみたいなね。いやこれ勝てんのでかいな。いやブラスターなんでちょっと防衛も楽なんで、まあ、1枚タイムもっともっとゴリゴリいってもいいかもね。いやシェイミーちょっと舐めてると火力マジ高いんでね。よいしょ。端前シェイミーが良かったりするんですけど、これまずいか。ダガーガルなのまずいな。あー、まあ、ジャイスケラの落ちんじゃないですか。いや、ダガーマジよくねえよな。やばすぎる。嫌いすぎる。いや、ナーメボイドなことある。いや、これダガガルだったね。あんま攻めれないんでね、難しいな。結構ゴリゴリにいってもいいかもな。ダクネボーラーマスケラかな。サイド一緒目なんでね。透明ダブル透明とかどう。
なんかイカチーノ来たな。いや、ミスってる。よしよし。ヤナメ使ったの。え、これさ、マジで見えるぞ。明らかに進化すけの対応ができないからの、いや、おるおる。進化すけ残ってね。あ、消えたか。いや、でも左のダガーも寝てます。こんにちは。でこ。いや、これさ、トーストなくね。おい、さあ追っていきますよと。いや、まあダガーガールとかちょっとやかもっすね。単品のなんかバレルとかシェイミーとかなんか無視されがちになっちゃうんでね。まあでもなんかもう攻めるしかないんで、このデッキは。後半になれば多分きついんで、1倍タイムに積極的にいっちゃおう。さあバレル飛ばしてガゴ痛いね。一発入ってのでかいな。あれってか、ドミってドミニク、これ本物偽物かな、わかんないけど。いや、このシェイミーなんかまずいか、冷静に。ペッカに刻まれます。いや、まあまあまあ、いや、でもこの火力だけで、これ止めたいな。いや、これ端前止めれたのでかいの。いや、これ今一発も殴られてないよな、多分。ちょっとでかいか。まあ、ザップだったし飛ばしてあげても良さそうだけど、ガゴがね。まさかのペッカバルーンっぽいザップね。いやー、むず。いや、バルーンか。まあなんか頑張れば止まるか。トリマブッシュいって、いや、これちょっかいかけて、あれでこのスケ、いや、スケでさ、いや、左行ってほしい。スケであれ守りたいんだよな。いや、マジでね。攻めまくるしかできないけど、攻めまくるだけでいい。ポジティブにいけばね。トリマ攻めてるだけだからな、コストねえけど。やべやばい、一番大事な命がいかれちゃった。ワンチャンまだ耐えれる、進化ザップ的な。よっ、ミリ残ったぞ。いや、しかもこれさ、映んねんだ実は。いや、しかも火力は高いですよと。いや、ニコスにしてはなんだろうね、ちょっと過小評価されてないですかっていう気もしなくはない、シェイミーちゃん。うん、悪くないですけどね。まあ壊れじゃねえっていうのがあれか。まああと2倍タイム3倍タイムになってからの、まあ刺さりがより悪いっていう部分がまああるっちゃあるけど、使われたら嫌だけどな。別にあんま使われてないっていう、これだけでだるない。で、左も来られたらさ、単純に左のバレルを対応して、まあ右のシェイミーはないメガゴ供与でいいかなってなってるところ、これだけで、はい、まあ300か。やべ、これフキアの位置悪かった。
さあジャイムート、あちなみにムートも今回バランス調整でこの壊れる前のムートの攻撃速度が少しだけ速くなりましたね。大砲と一緒の攻撃速度になりました。やなめだったね。一瞬タケ取れる。え、ザップ縛ってる。え、結構でかいよ。でも左もね、相手対応しないといけないけど、この右もね、対応しないといけないっていう。いや、いいよ。いや、こんだけ削れてたら、ぶっちゃけ十分っすからね。からのまたブッシュもあります。さえ。いや、マジ。許容もできそう。いや、痛えか。いや、1倍で蹴りをつけたい。ここの進化バレルで。いや、ダメだったな。ちょ、ユニット使わして、ムートとか使ってくれたら美味しすぎるけど。やりそう。コストねえんじゃね？あー、許容からの。攻めちゃうよ。形作らしたくないよ。ザップ使ったね。いやー、いい受けやな。まあ本命はこの進化スケ防衛で終わる。いやー、そろそろ進化バレルいきます。今してんな。いや、なんか流れ悪いな、ものすごく。え、ブッシュがかわいそうすぎる。ちょ、一旦耐えの時間ね、少しだけね。まあまあ逆に耐えれてるんですよ。やばい。いや、そう、冷静になればこれで耐えれてはいる。いや、このブッシュがちょっと熱かったりしない？さっきからザップでしばかれてるのかわいそうすぎんだ。やなすけ、俺は。ちょい、プリン、邪魔しないでよ。いや、マジで少しずつね。流れが来てる気がする。耐えた甲斐がありました。進化スケもあるよ。いやー、左指刺さってね、怖えー怖えけど、最悪耐えました。ブッシュだけでなんかちょっかいかけれたのは良かったな。まあオールブレイカー的な感じね。全てで守って耐えて、ブッシュでちょっかいちょっかいちょっかい、毎回俺の2コスに相手は2コス以上のねコストを割いてたんでね、それがでかかったな。さあウルトラとかも来ないよね、さすがにね。いや、ブッシュいいんだよね、こういう場面。少しだけちょっかいかけたいときね。3コス4コスだとね、いや攻めすぎるかなみたいな、今みたいな場面もほぼ守りながらちょっとだけね。ナイトモン、なんだろう、わかんない、言ってろ。いや、いいよ。あちゃくい。ホグ。
アチャクイホグナイトボンバー、やだね。なんか進化ナイト進化ボンバーがやだな。まあ、ダガガルもやだな。一旦でもっぱつかまして、何でも呪文を知りたいです。ウッティーウッティーかまあ右サイド行ってもなんかユニット残るの嫌なんだよな。やっぱ止めたのでか。さあ止めたことによって完封できちゃいますよと。からのこれ右ちょっとダガー不足なら左も、いやめっちゃいい、右も左もね。いや今ダガー寝てる間にさらになんか追加で行きたかったんですけど何もなかったわ。いやいいな、端前で止めるの大事だな。まあでも次進化ボンバーあるわ。うっとね相手の呪文は。どうしよう、やばい、なんか怖い怖い、進化スケ怖い、マジ進化スケ怖すぎる。プリン逆いった、いやまあいいよ。増えねえか、でもまずい感じこれ。そんなこともないか、僕の吹き矢は優秀だよ。テスラもあんのか、まあ言っとくか。こういう時はねもうブッシュでちまちまでいいんですよ。いや今ホグ入ってねえの、熱っ。え俺左なんか、え左が遅う、ブッシュだよな絶対。いやそうなんですよこれ、気づいたらダメージ入ってるのはブッシュしかありえないんですよ。はいはい、火力お化けナイスえめっちゃ削るやん。いや普通に無視したら1000ぐらい削っちゃうのね、結構いかれてると思うんですけどね。ここからまだね進化する可能性があるっていうのもだいぶ魅力的なポイントではあります。はい、ダガガルやないかい、ダガしこらんやん。ダガーはねまあこういう本当に攻め特化デッキとかにね、守りをしたくないデッキにはよく使われる。エリゴレとかね、なんだろう、まあトリマー相手の敵分かんない間は、え見てこのブッシュ感覚ね難しいよね、700ダメ700ダメってそんな簡単に入っちゃいけねえんだよな。ウッド使いました、削ります。いやーいい玉玉助けもね読んでましたけど、やばい、ゴーストが何やってんのよっていう、まあ許容か。まあブッシュ飛ばしてブッシュにウッド使ったらまあバレル飛ばすが結構安牌ではあるか。ウッドで残んだよなブッシュって、そういえば。で普通にコーナーで竹取ったらさ、おいいいやんっていう話だよ。そっか、ブッシュってウッド耐えるんや。ちょっといい話、だからブッシュが壊れるタイミングとかで何 U の追加とか
まあ、理想ではある。でも削るのむずいなこれ。ダガーガル嫌いなんだよ。まあ、ブラスターなのが救いではある。マジこっからの削り地獄です。たまたま範囲で入りそう。危ね。まあ明らかに削りたいのは左じゃなくて右ではあるんですけど、削りやすさで言ったら、いや目覚めたシェイミーが事故らしてくれる。え、この一発やばすぎ。いい左なんいやちょっといいんだよなマジシェイミー今の持ってってくれんだね。いやウッドターンの結構価値高い高いね。やるねステルスブッシュ。いやこいつは過小評価されてますよ。絶対もう少ししたらね。あれみんなブッシュの強さに気づいてね、もっと増えますよ。だいぶ優秀だと思います。ニコス、さあランバーいるイコールもうバルーンデッキとかが濃くなってくるんですけど、いやこういうのトリマン流せるのいいんだよからの、なんか有能追加もまあワンチャンあるんですけど、まあベビの受けに使うか。キング起動だけ嫌だな。ワンチャン後ろ向きそう。まあ樽ブッシュに使わせることができればね、今みたいな。トルネあるかな、さすがにあるか。トルネケアします。なんか持ってねえか。ユノ走って、やばいインドルリセットが、やばい。これフリーズあります。来たらウッドかな。来なかった。取るね。まあまあまあワンチャン取るね。いやねえことねえなさすがにあるか。いやーいいよその火力。え、ベビードラマ？マジかよ。それやばいね。このタイミングもやばいね。まあ交換といきましょう。もしかして正解はキングでしたこれ。ふふ歩くの遅そう。いやフリーズ多分あるんですよね。攻めなきゃいけない私は。でブラスター強え。なんでこの前よ。念のため右まで攻めちゃう絶対いらないか。からのこういうのを竹取っちゃったりしてね。でキングを実は狙ってるっていうね。いやーまあ2個そのなんか垂れ流しブッシュちょっとうざそう。もう俺の警戒はまあバルーン、そうね。え、あぶね。
危ねっていうかもうほぼ負けみたいな。言うの優秀すぎんか。490持っていったぞ、ダッシュで。そんな火力あんのか。え、ユーノのダメージとか見れないんだ、長押しで。なんかクララって長押ししたらさ、呪文のダメージは見えるんですよ。ユニットの火力とか見えないんだ。今さら知らんかったわ。さあロイジェイか。ああ、トリマ流行ってるロイジェイっぽいの来たな。いやー、ロイジェイかー。まあバレル飛ばしとっか、ブラスターだしな。いいよ、早ない。これユニットで、いやーゴーストウィザードからやってほしかった。いや結構事故ってんね。え、大丈夫そう、そのダメージ。何これ、言うのさっきからやりすぎじゃない。いや全然ウェルカムなんですけど。いやさすがにね、スケだけだったら許せないな。はい、ウッド使いましたね。ファイボなんかい。いやまあ700か、700ですって。もうこれ投げちゃう。ブッシュ投げて2個目狙いに行っちゃう。エリアドもすげえ取ってんな。いや歩くの遅いもん。いやいいダメージ正直。いや相手のそのウッドはいらないんじゃないですか。だって私枯渇ですよ。ユーノ消えたら天国だった今。エレスピスへ。うわー、吸ってはいるんですけど入っちゃったな。いやウッドでそういえばウィザードのこの盾が剥がれんのも楽に処理できちゃったり。いやいいやん、だいぶ。意外と止まるかな、ブラスターで。意外とどころかもう全てが。さあナイス、土産の透明ちゃんでもあげるよ。さあナイス、1枚タイムのなんかすごかったな、あんな入るっていうぐらいね。ユーノブッシュで、はい、決めました。さあというわけでブッシュ枯渇ですね。はい、まあ、あとは最近強いゴーストユーノも入ってるね。もう本当にイケイケ枯渇かなと思います。1枚タイム2枚タイムで、まあ1倍かな特に。はい、もう攻めまくって試合を決めるのがね、楽に勝てるポイントかなと思いますんで、まあ皆さんもぜひこちらやってみてください。ブッシュ絶対に流行る時が来ると思います。チャンネル高評価もお願いします。お寿司とまたに。